ホセイン・テヘラーニーは、イランのトンバク奏者。現代トンバク奏法の父として知られる。テヘラーン生まれ、13歳の時に、ズールハーネで出会ったトンバクに似た楽器、ザルベズールハーネを練習し始める。ズールハーネは、イラン式武道場。ザルベズールハーネは、素焼きの水亀に皮を張った太鼓である。その後、旅の途中、汽車の中で出会ったトンバクの練習を始める。 やがて、ホセインテ・ヘラーニーは、音楽を専門的に学びたいと思い、16歳の時、弦楽器のケマンチェ奏者のホセイン・ハーン、エスマー・イールザーデに弟子入りした。また、レザー・ラバーン・バフシュ、レフディ・ギアース・イー、カンガルロといったトンバクの達人たちの演奏を熱心に研究し、様々なトンバクの演奏様式を学び取ろうした。 テヘラーニーは26歳の時に作曲家のアボルハさん、サバート友人になり、イランの伝統音楽の理論的側面を学んだ。また、28歳の時、テヘラン発のラジオ局の解説があり、ラジオ放送でライブ放送を行った。テヘラーニーは1949年にルーホンラー・ハーレギーが創設した、テヘライ国立高等音楽院に教授として招かれた。彼は、 生涯にわたり、国立音楽アンサンブルと国立音楽協会の一員であり、その他にも7名のトンバク奏者とのアンサンブルを結成した。また、シーラーズアートフェスティバルで初演を行い、その他にもタラー・ビハダット劇場でコンサートを行った。ホセイン・テ・ヘラーニーは、ペルシア語で、ボレイ・ヴィオ・ボレイ、ボレイ・ディガヤ・イエック・サド・ビスト・ポンジと歌いながら演奏を行うなど、 演奏技術の革新を行った。彼は、トンバクで、機関車やバイクの音声模写なども行い、聴衆を沸かせたりもした。暴評、ホセイン・テヘラーニーは1974年2月25日に、亡くなり、イランの著名な芸術家が多数埋葬されている、テヘライ郊外のザヒーロッドオレ墓地に埋葬された。ホセイン・テヘラーニーは、トンバク演奏の形式と、 その練習に関する著作も残している。また、ホセインテ・ヘラーニーの弟子としては、例えば、モハンマド・エス・マー・イーリー、ジャムシード・チェビー・ラーニーがいる。ありがとうございます。